お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちら負けたらアカウント削除進めていきたいなと思います。で、今日ね、もう4603っていう数字、皆さん何かわかりますでしょうか。キヨキヨさんの負けたらアカウント削除の、ベスト記録なんですけども、そちらにこう、抜けるか抜けないかぐらいのね、激戦になると思うので、気合入れて頑張っていこうと思うんですが、一つ、ちょっと皆さんに大事なお知らせがあって、こちらね、カブトムさんという、いろんなこう、クラロワのね、記事とかを書いてくださってる方がいるんですけど、こちらまとめてくださったのがあって、もうね、メンテナンスがあったんですけども、なんと、マッチング、に、ちょっといろいろね、今回修正が入りました。今まで、こう、例えばめちゃくちゃね、タワーレベル、もう5格上とか、例えば普通にね、タワーレベル8の人が、タワーレベル1同の人と当たったりだとか、すごいね、タワーレベル差がすごいあっても、マッチングしてたんですけど、それが、今回ね、もうなくなります。なので、マックスが自分のタワーレベルプラスマイナス3になるみたいです。そう。で、マッチングの秒数によってそれが変化するらしくて、なので、こう、なんて言うんですか、よくあるのは、こう、レベル1同っていうんですか、ユニットレベル、タワーレベル1でどこまでいけるかみたいな企画とかも、もう、1、2、3、4しか当たらなくなっちゃうんですよ。マックス4まで。だから、もうその企画とかも今後ちょっとこう、どうしていくんだろうっていうのもありつつ、今回この僕の負けたらアカウント削除にもちょっと影響してくる。なので、僕今、タワーレベル、9なんですけども、プラスマイナス3ずつしか当たんないので、もう5以下の美味しい餌って言ったらあれですけども、超格下くんが当たんなくなっちゃう。その代わりに、あれですね、こうタワーレベル10、11、12当たるんですけども、13ですね。はい、13には今当たらないっていう状況になってますので、13と当たんないと、ぶっちゃけつまんないじゃないですか。13をボコボコにしてこその、この負け策だと思うので、タワーレベル10にしちゃえば、マッチング秒数でも変わると思うんですけども、13とかと、マッチングする可能性も出てくると思うので、とりあえずね、10に上げちゃいたいなと思います。はい、そういうわけで、このね、デリバリーを上げて、さ、タワーレベルが10になっちゃいましたー。いや、自らちょっと難易度を上げていくっていうね、ちょっとバカなことしてんなーって今思うとやっちゃったんですけども、使わないカード、このノーマルもレアもほぼ全部、スーパーレア、ウルトラも上げて、ワンチャンタワーは10届かないんじゃねって思いながらも、ギリね、10になれましたというわけで、これでね、一応タワーレベル13ともマッチングするようにはなったので、やっていこうかな。で、ユニレベは上げれないですね、この辺は。このデッキでやっていこうかなと思います。で、ちょっとショップにインドラ出てて、インドラは個人的にね、集めてるので、こんな感じでね、言っていけたらいいかなと思います。これでね、今日タワーレベル13引いて、最終回とかなったら、本当にもう、バカだったとしか言えない。さ、マッチング早いと多分、でも、1個下ですね、今回は。よろしく。いや、気楽ですね。マッチングのね、修正が入るっていう、珍しい、ね、急に、そういったことがあったんですけど、だからこう、ね、今後変わると思いますね。できるだけやっぱタワレベ近い人としか当たんなくなるので、でもタワレベが近いからといって、ユニレベがね、一緒だとは限らないんでね、全然相手のユニレベ高えやんけっていうことも、あると思うんですけども、ちょっと知っといて損はないかなというような修正がね、今回、はい、来ましたね。さあ、これ、レイジー乗せちゃおう。いや、これでもバルーン11バカ強いっすよ、多分。これ見て。なんなら？惜しいな。よしよしよし。さあ、今回相手は、ユニレベ8級のただの普通ですよね。意外とこの辺でも余裕な相手も出てきますね。一応タワーレベ上げたので、マッチングが何秒だっけ？さっきの見るの忘れたんですけど、直後だったら、5秒以内だったら、マッチング、ね、ほぼ一緒みたいな。ちょっとね、さっきの画面、皆さん巻き戻して見てくれればわかるんですけども。そんなわけで、マッチングじゃあ逆に長かったら、めちゃくちゃ格上か、めちゃくちゃ格下と当たる可能性が高いんで、リスクを負いたくないなら、あれっすね、マッチング長かったら一回マッチングキャンセルして、もう一回マッチング押せば、基本的には、タワレベね、近い人と当たるのかなとは思いますね。なので避けれるっちゃ避けれるっすね、今までみたいな。格上来そうだったら一回マッチングキャンセルすればいいっていう。
まあ、そんななんか単純なことなのって感じですけど、まあ、なんかそういったことがね、今回修正があったみたいなので、ぜひね、まあ、知っておきましょうというわけで、今日はキヨキヨさんのトロを抜くんでね、4603ですね。4603を抜いてしまえば、僕はね、今のとこ、あれですから、負けたらアカウント削除、最高記録保持者になれる。と思ってるんでね。よいしょ。さあ、バルーンを通していく。いや、もうなんならもう一発。なんか余裕なんでね、今回はサンクラまで狙っていきたいですね、しっかり。さあ、ここ完璧なインドラというか、まあ、インドラが強えんだ。で、ランバルして、相手も対空なんかね、ウィザードとかネクロとかしかいないので、さあ、もう来たんじゃないでしょうか。バルーンが、バルーンの爆破とか覚えとった方がいいかもしれないですね。シクッドゲーム。最後のスペルの削りとかも大事になってくるので、ウッドのダメージとかもちょっと把握しときたいかなと思います。4400到達。お、待って。4500でウルトラレア手に入る。いや、そこで、インドラ当てれたらでかいな。ランバーちょっと遠くて、アイウィズも遠いんで、インドラ当てれたらバカでかいですね。インドラちょっと欲しいな。さあ、タワーへは、まあ、80ですね。80与えます。次勝てば、おぉ、4450。まあまあまあ、タワーレベル9か。イージーですね。ベリーイージーモード。よろしく。スタンプしょぼいな。新しいスタンプ欲しくなっちゃいますね。ふぅし。いやーでもなんか、本当にカンスト、インレベカンストとか全然いるみたいなんですよ。僕だから結構マッチング救われてるのかな、意外と。なんかコメントで、もうこの辺やばいですよってめっちゃ聞くんですよ。まあなんかシーズン終盤だから、みんなちょっとトロが上がってる。4700とか、まあなんなら5000とかに上がってるっていう可能性あるんですけど、そうそう。いや、シーズンリセット直後とかやばいですよね。そんなことやってられないですけど、本当に。シーズン終盤がやっぱ今が上げ時、チャンスなのかななんて思いながらやっていきます。いや、相手これバカうまいっすよ。エレキのこの位置だって、あんなとこに置けなくないですか、ランバーも。え、ちょっと待って。バカうまくない？僕の相手。冗談抜きで。俺もうまいんですけどね。でも相手のさ、見た、エレキを低めに置いて、エレキを残しつつ、ランバルを防ぎつつのランバー後から出して、ユニットを残すあの防衛の仕方はね、普通じゃできないんですよ。うん。しかもスケバレとバレル入ってる枯渇デッキですね。いやー、なかなかやりますね。まあ余裕なんですけどね。ユニレベが強いからな、相当うまい格上とか、もううまいとか、もうそんなの関係ないぶっ壊れ格上が来ないと、僕にはね、まだ手も足も及ばないっすよね。さあ、キョスケバルン組むだけなんですけどね。ユニレベチンパン。レッツゴー！エレキ。あれ、ウッドで芝来てえな。キョスケとウッドで。いいねー。非常に気持ちがいいねー。さあ、グッドゲーム。オッケー。余裕か？なんか、なんならトロ3000ぐらいに戻った感覚ですね。トロ3000ぐらいの時もこんなんだった気がする。2500から3000ぐらい。ほぼ作業化してた。なんか報酬もらえる？いや、もらえない。なんか、格上欲しいなー。あ、お友達ですね。柔道士。柔道士もなんなら今日初。よろしく。よろしく。エリババで。エリババこれバナナ持ってんのこれ。あ、キャンディーか。いやなんか、黄色い皮が目立ってさ、なんかわかんなかった。待って、相手何も出してこねえじゃん。怖っ。待って。しかもスタンプ。余裕がありますね、対戦相手に。さあ、5-0。さあ、相手はやっぱランバージャック受けるのがね、大変でしたね。いや、ランバー飛ばしただけで、ボンバー、コウモリ、5降ってくるなんてことある。1、2、3、4、5。9コス。9コス降ってきた。強すぎるやろ、ランバー。ランバーやばくない？飛ばしたら9コス？やばいな。タワー折れる。あんなら対空出てくれねえかな。いっか。これ。ちょっとやだな。ちょっと、こっち。キングギトしたかった。おしゃれに。あ、おっ、お
い、スライス。メガナイトグッドゲーム。なんか後ろのヤリゴブリンが邪魔で、なんと見えない、トルネードしちゃったらね、許してください。とどめのね、相手からしたら、やべ、一本取られたっていうところで、え、待って、キングヒードされてんだけどっていう、とどめの一撃。相手も精神的に折れたんで、多分スタンプ返ってこないですよね。帰ってこないですよね。もう鋼のメンタル持ってなきゃね、このスタンプには返せない。よし、さあグッドゲームでございます。これで4500はまだか、いけねえか。いや、清池さん余裕で抜いちゃうな。まあその清池さんがやってる去年、マクサク、やってるんですけど、まあ去年と今ではまあいろいろまた違うと思うんですけど、さあ、いや、さすがに抜きたいな。でも急に来ますよね、絶対格上とかも。急に13来てみたいな。さあ次勝てば4500かかってちょうだい。さあお友達10よろしく。いや、なんかでも結構いけそうなんだよな、もうこのレベルあれば負けんのかなっていう。しかもデッキが完成したのもでかいですね。もうデッキ絞れてるんで、まあウルトラばっかが多いんで、なかなか、うわー、大変っちゃ大変なんですけど。いや、これでも、アイウィズとエレスピで。いやー、待って。アイウィズが、アイウィズレベル10がやっぱ脆いか？やっぱ脆いか？いや、これ多分バルーンを先行させる方がいい。そしたら、キョスケが残るんで、このキョスケの爆破にいろいろ巻き込ませたかったみたいなね、感じなんですけど。さあ、いいね。相手は、ランバーと、ガゴムレいたな。ガゴムレ強いんだよな。さっきのアイスイズ見てました。全然仕事しなかったんですよね。そう、ガゴムレに対してのアイウィズレベル10がな、11、12、いや、なんなら13欲しいもんな。いや、空だけ怖いね、空だけ。よし、まあ終わったでしょこれは。多分テンポよく、ガゴムレがマジで厄介。あー、ガゴムレじゃねえ、同じようなやつ来た。骨。さあ、まあ LSP はトスケで迷ってたんですけど、まあ LSP でいいかな。LSP の方が、このコウモリ、LSP の強いところは、レベル10の LSP で、レベル11の、コウモリを対処できるところなんですよ。1個上でも対応できるので、アイビズは1個上でも、1個上のコウモリ、とか対処できないらしいんですよね。だからそこがちょっとね、雑魚いなっていう感じっすよね。ついに巻いてガゴムリ使ったよな、これ。なんかいるっけ、体育。最悪、スケアミぐらいだけど。終わったんじゃないこれ。2発、爆弾落とすだけだぞ。2発だぞ。簡単。いや、2発じゃ足りねえ。さては。いや、なんならもう一発。いや、インドル最強すぎる。からの、あれ、ウッド、何周なんだろう。あ、これちょっと、おしゃれ。トルネで。これで、LSP で処理できんのかな。うわ、トルネ LSP で処理できる。いや、これはナイス発見。さあ、そして、ウッドは、80か。さっき見たな。ウッドが80で、トルネが48ですね。はい。80と48なので、まあ、スペルだけで128削れるっていうのは覚えておきましょうかね。さあ、4500到達でございます。ふぅ、いや、この宝箱を今日開けれたら満足かな。キヨキヨさん抜けるかどうかは、どうだろう。気分でいっちゃおう。うぅ、来た !11! やっぱ11からがね、やる気が出てきちゃいますよね。やっと。よろしく。ふぅ、最後で10。最後で10。LSP トルネでガゴムレ11を処理できる。あー、このタイミングでほ、あれがねえな、痛いっすよね。うわ、2.6 ホグとかかな。あれっすよ。あれがない。トルネ。うわ、いいばば。うわ、ちょっとやばい。やばい、エリババやばい、やばい、やばい、ちょっと待って。まあまあまあ、いや、ホグ来るか。来るよね。いや、これ守っときたいな。いや、ちょっと待って、今回やばいかも。なんか、エリババが。いやー、あとコウモリいたな。コウモリも若干嫌だな。いや、でもこれで、相手が対応したユニットを見てからユニットだな。いや、なんならもう一発？相手対空がめっちゃあったわけではないですよね、多分。これで、
エリババの受けがねえんだな。僕 LSP だからエリババがきついっていう事件。うわぁ、ちょっとやだなぁ。いや、でもバックア届けば、ぼちぼち入るよね。よしよし。いや、残したい、タワー。オッケー。いや、残るだけででかい。相手にスプレー使わせられる。ふぅ。いやー、で、128一勝。あー、ワンチャン2周回すっていうパターンもあるんだな。アイウィズが、あ、ラッキー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 。打った転がしとってもいいなぁ。いやー、エリババかぁ。エリババいるなら好きにしたくなってくるよなぁ。エリババのことなんか頭いなかったっすよね、マジで。ある人いねえか。さあ、からの。いや、エリババで全部行かれるかなぁ。うん、いや、いい。いや、いい、アイウィズ追加。いや、いい。いや、ユニットブッパがうまい。よし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 。で、あの、キョスケのバカにね、エレウィズ招待してあげて、いらっしゃい！オッケー！よし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 。で、ちょっと LSP 飛ばして、あれ、タワー届かねえか、この LSP。右側を、あの、ちょっとね、すぐ落とせるようにしときたかった。よし、いや、まあ、さすがに勝ったかな。オッケーオッケーオッケー。で、相手も、この、ISP でね、落としてきた。よし。来たな、勝ちましたね。さすがに大丈夫でしょ。エリババ、あとエリババだけ。エリババ止まんなかったな。でも今回課題っすね、エリババが。うーん、エリババどうしたらいいんだろう。これ好きにする。いや、でも LSP っすよね、絶対 LSP っすよね。 LSP じゃなきゃ勝てない気がする。まあ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 、回転が速いのと、まあ陸はうまいことやれば耐えれるでしょっていう感じでね、気合でいきましょう。よし、さあ来た宝箱。いや、届かねえ。あ、来た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 。いや、この宝箱でインドラ出たら世界変わる。マジで世界変わる。来い、本当に来い。インドラだけが欲しい。俺はインドラ。来い。あー、ウッディか。ウッディ、ウッディもまあ嬉しいっちゃ嬉しいんですよね。別に悪くはないんですけど、最悪と替えがいるんで、海外ルカードはまあなくてもよかったかなっていう。よし、さあ4536いきましょう。うわ、レベル9か、余裕だな。なんか急に急に冷めちゃった。レベル9かって。よしよしよし、まあ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 、勝つことに意味があるですね、確実に。さあ何が来る。ガゴムレバルーンか。さあ、ウッドがなぜか1マス下によってタワーへ届かない。ウッド下手くそだな俺。ウッド下手くそな人います？視聴者さんに。いないっすよね、ウッド下手くそって聞かないっすもんね。さあこれ、あー、ランバル添えたいけど一回後ろからでいっか。さあない。いや、なんか相手雰囲気さ、ちょっとえうまいっすよね、回転速いし。よしよしよし、まあ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 、雰囲気だけじゃないんでね、僕は雰囲気だけの男だと思うんじゃねえぞ。おら、よし。いけ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 。あー、サンガゴか。なんか小物系が。小物系すげえやだな。あ、でも走るゴリラ。走る！いいね。からの？コウモリとか用の LSP だけ構えてあげて。いいね。さあ、からの？やんなら？やりゴブか？これやりゴブがここに来るっすよ。あー、読みが当たんない。いや、さすがに回ってねえか、そんな早く。今のでも当たってたらかっこよかったけどな。よしよしよし。まあ、これもまた勝ちましたね。結局はユニレベが今んとこ、対戦者のユニレベが、しょぼいっすね。だから前までだったらもうちょっと、化け物っぽい相手もいた気がするんですけども、さあ、あと2勝ぐらいで、キヨキヨさん超えかな？今回、今日中にいけるんじゃないですか？キヨキヨさん超え。よし。さあ、からの、まあ、ベビドラーかな、サイクル的に。ベビからのやりこぶだったんで、まあ、これで、グッドゲーム。よし。さあ、4550ぐらいか。ん？もうちょいいってるかな。4580。次勝てば、皆さん来た。キヨキヨさん超えリーチ。いや、待って。いや、地味届かねえか。今、4565。4603っすね。キヨキヨさんは4603。もう今日中に行っちゃいましょう。さあ、タワーレベル10。まあ、10はお友達ですもんね。仲良く行きましょうよと。
まあ、10でも怖いっすよね。なんかユニレベ12とか全然あるんで。いやー、初手動きたくねー。うわ、待って。キング起動警戒だと思ったけど、まあ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 、さ、ゴブリンブレル10、キング起動達成、枯渇のテンプレだったら若干嫌かなぐらいですね。ふぅ。なんかロケとかインフェがやばいですね、このデッキ。さあ、ダクプリ枯渇。いや、強そうだな。いや、ロケないこと祈りたいな。これ単純に相手陸行ききついと思うんだけどな。スケルトン部隊とかいない限り。わ、ガチのテンプレ枯渇やんけ。いや、めんどくせえな、引いたっすね。いや、でもこれさ、巨助がさ、マッチョすぎる説ない？いや、巨助マッチョ説あるな。いい、あー、いい吹き矢だ。いや、でもこれコストないっすよ、相手。ロケか、テスラか、インフェか、みたいな。そんな感じ？インフェ読みレスピ足してもよかったけどな。一発。あ、プリン、邪魔すんじゃねえよ。バルーン様が、お通りだぜ。バチコーン、余裕いいね。やっぱ、ウッド、いいっすね。この枯渇に対して、あと、LSP ね、これ見て。さあ、LSP で、チュチュチュン。素晴らしい。あ、でも、LSP ルーならウッドじゃなくてもいいのかな、みたいな。取り止まるし。まあ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 。悪くはないでしょ。これで、4600到達かな。これ買って、46で、いやー、来たなー。こんな、あっさり、巨魚さん超えちゃってよかったのかな。ね。もっとこうすごいギリギリな感じかなと思ってたんですけど、すごいあっさり超えちゃいそうな、わかんない、全然こう超えそうなところで負けるかもしれない、僕ぐらいになると。いや、待って、うまくね、その延命は。ちょっとどっか行ってもらって、ウッド使ったけど LSP だけでいける。もう一回ランバルすればいけそうっすね、これ。全虫からの相手、施設とロケが今んところ出てないんですよ。珍しい枯渇で。さあ、お宝珠様を、あのね、もう、前線で戦わせる。さあ、ギャング、グッドゲーム、オッケー！さあ、来た！ここだ！世界一集中しろ！もう、本日ラスト。ここ勝てば、もうすべて、もう後々もうね、何にしてもいい。マザニク使ってもいい。もうここを超えるためだけに僕は一旦ね、ちょっとやってきたので、いきます。4603がキヨキヨさんのベスト。ここ勝てば更新です。来い、化け物目。うん。余裕じゃね？いや、マジで、ユニレベ13レベとか出てきてくんねえかな、これで。サプライズ的な。さあ、タワーレベルは9。でも4600すでに行ってるんで、まあ、僕よりちょっと先に行かれてるお偉いさんって感じかな。で、ウッドは使いたくないけど、と思ったら、ホグ来た。うわ、ちょっとやばい。うん。で、これは、巨助を挟んでもよかったけど、おしゃれなウッドで、いや、完璧に守っていく。待って。相手、リババ、レベル8だった。ありがてえ。いやー、久しぶりに危なげない、危なげなくなんか勝ち進んでる気がしますね。なんか、いつも死にそうになってる気がするんですけどね。こっから負けんのかな？いやー、なんか来たな、遠距離野郎が。これだってもうバルーンを添えるだけ。巨助の後ろにバルーンを添えるだけ。ロケット奉仕はガン虫。奉仕だけに。よいしょ。さあ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 。なんも止まんないじゃん。まあでも相手でもこれで4600来てるんですよ。ユニレベとか。すごいっすよね。そう考えたら僕だって5500ぐらいいけちゃいそうだけどな。調子乗ってる？いや、だってさ、4500ってか4000なんかこれで結構なんか関数付近いりますよとか聞いてたんですけど、相手になんないっすよ、皆さん。まあシーズン終盤だからかな。もうみんな上の方行っちゃってんだから。シーズン序盤にやったらやばいっすね。シーズンリセット時にこっからマルチ行ったら、最短7000とか最短8000とかでワンチャン当たるっすもんね。さすがに無理。それは無理。シーズン序盤に、これをやるのは無理だな、次。だから、シーズン終わるまでにできるだけ飛ばしつつ、シーズン終わってもまだこの企画が生きてたら、まあ、シーズン中盤以降にね、また進めていきたいかな。そんな感じがする。よし。さあ、グッドゲーム！ギョギョさん！私、あなたを超えましたよ。リベンジ待ってますよ。高見で。よし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 、でけえ！ 4600 到達しました。修羅の道3ですね。
はい、まあそんなわけで、セール欲しいな、このラム以外の。まあそんなわけでね、今日はここまでにしたいと思います。次回からはもうね、自分をどれだけこう超えられるかっていうところで、まあ、まず5000かな。5000目指して、はい、頑張っていきたいなと思います。終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントともよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。バイバイ。